皆さんこんにちは。今日は相馬子どもコーラスの皆さん、東京ホワイトハンドコーラスの皆さんとベネズエラからララソモスの皆さん、明日コンサートで一緒にやれるんですけれども、せっかくなのでみんなでこうお互いのことを知り合いたいなという場を作ろうということでこの時間を作りました。いや、あのね、一回一回がさ、本番でね、本番終わった後に自分が何かを感じることであってさ、なんかこっちから押し付けてこれを期待してください、これをやりなさいっていうのは何も思ってない。自分で、あの、肉体から声が発せられない人たちが、自分の違う肉体を使って表現しようとしている。で、それが声で歌うよりも数倍の訴えかけが、顔と目であるらしい。で、それが実際にあの一緒にやることによってそれをこちらがいただくと、もっとこちらも素晴らしいものができるはずだから、終わった後子どもたちの目の色を見てくれるとそれが分かるんじゃないかな。僕だって目はあの本当に自由ってわけじゃないし、耳だって本当に自由ってわけじゃないんですよ。犬のように鼻は効かないしね、目だってあの鳥のようには見えないわけだから、誰でもきっとあると思います、いろんな障害が。それを口に出せるってこと、それからみんなの中で隠さずいられるってことが自由なことだと思うんで、 ある楽器によっては大きい音が出ないし、ある楽器にはちっちゃい音が出ないし、ある楽器には速い抜けができないし、それみんなできないわけ、みんな自由じゃないわけ。それが集まっているのがオーケストラだから、そのオーケストラっていうものと生きるっていうことはすごく社会の中で生きることと同じなのね。だからエルシステマっていうのはそういう運動をしているわけで、そこに僕は一緒に協力することは当然なことなんじゃない。今日歌うコーラス発表みんなの本番です。今日昨日みんな集まって稽古しました。
交流会の時はすっごい楽しく盛り上がってみんなといろいろところを伝えたいと思ったんで応援よろしくお願いします。Nervioso y positivo. Me gustaría que fuera lo más impecable que sea para conquistar al público japonés, que es un reto para nosotros los venezolanos. Minna, hana kara. Thank you.